チョロ、チョラとは、南アメリカのボリビア、チリ、ペルーなどの国で、インディオ及びメスティーソを指す言葉である。メスティーソはスペイン語圏全般で根欠字を表す、言葉として用いられる言葉だが、特に中南米では、白人とインディオの根欠字を指す。一方、チョロはケチュアなど先住民として位置づけられているものを、はじめ、インディオの特徴が強い人物を指す言葉である。 チョロの伝統的なドレス、クエンカナ元々は18世紀頃、スペイン人の服装や言葉、生活様式などを取り入れて、暮らすようになった人々を指して使われ始めた。このため、チョロをとしかしたインディオと説明することもある。この時代にはチョロはインディオに対する上流階級として位置づけられていたものと思われる。現代においては、 この頃の流行の服装を着続けている人たちを指す言葉となった。この服装をした男性はあまりいなくなったが、女性は現代でも多くおり、若い女性は、長らの語尾に相性を示す板をつけて、チョリータと呼ばれている。しかし近年では一概にはそうとは言えず、農村部の住民は、古くからの風習を守り、ケチワ語など先住民系の言語を、 日常的に使用している地域もあるが、都市部の住民はスペイン語のみしか返さず、生活習慣も先住民系以外のものと大差のないことが少なくない。先住民系の住民が国民の大半を占め、その多くが国の産業を労働者として支えているペルーや、ボリビアでは白人を中心とした富裕層に対する庶民としての意味合いも持つ語で、 先住民としてのアイデンティティを示す語でもある。特に女性のチョロを指すチョラや若年の女性を指すチョリータは女性や娘とほぼ同じ意味で用いられており、歌謡曲などにも頻繁に登場する語である。恋人同士などがみッちゃりとみちょりとと呼び合うのは珍しいことではないよりも、むしろあなたや君などに近い。ペルーやボリビアでは学校教育が普及し、 スペイン語を介さない、先住民系の住民はほとんど存在せず、高等教育を受けて、政財界で活躍する人物も珍しくはなく、いわゆる、ョ論の中には、アレハンドロ・トレドや、エボモラレスのように、大統領職を務める人物も存在する。しかしながら、全般的には、社会的地位の低い貧困層が大多数を占めており、このことが彼らに対する差別意識につながっている。 側面もある。文化的には、旧宗四国であるスペインと先住民の文化を融合させた独自の文化を担っている。いわゆるフォルクローレとして世界的に知られる音楽の担い手でもあるが、近年では、アヤくうちを中心に現代を音楽とワイノなど、古来の音楽とをマッチさせた新しい音楽が発信され、その優れた担い手でもある。 上記のように先住民の血を引く人物という意味で用いられる語であるが、長年白人と比べて差別的な待遇を受けたり、貧困な労働者層が大半を占めたりする事情もあり、チョロという呼び名は、田舎者や貧乏人という意味合いで、部別語として用いられることがある。そのため、先住民系以外のものが用いる場合は、部別的な意味合いが生じる恐れがあるため、 普段の会話で用いられることはあまりない。これらの言葉の代わりに、褐色、または浅黒い肌をした人を指す言葉である、モレーノやモレーナを用いることが多い。また、チョラの場合、その特徴的な服装から、ポジェラの女性とも呼ばれる。チョロと呼ばれたアレハンドロ・トレド元ペルー大統領、ペルーで、アレハンドロ・トレドとアルベルト・フジモリが大統領職を争った際、 チョロ大臣のの戦いという言い方がなされたことがあるは、英語ではチャイニーズとなり、中南米で東洋人全般を下げすんで呼ぶ言葉である。なお、北米においては、チョロはメキシコ人を祖先に持つ合衆国生まれの人を激しく侮別する言葉とされている。特にメキシコ出身者のギャングを指す因語として1970年代から1980年代頃によく使われた。 ステレオタイプ的に、血のパンツを履き、ノースリーブのシャツを着て、しばしば入れ墨をしている人を指し示す。ありがとうございます。